もう入っちゃうの？私は初めてを、この人一番安いところで済ませようと。すごく狭いし、床も剥がれてるし、変な絵が飾ってあるし。もう惨めな気持ちになってる。他にないのか？他に今から挽回できないのか？あの感じだと風呂に入れたのは失敗だったかも。女子高生は軒並み自習症気味だからな。あれ？お風呂？起きないで！これはやばい。なんで？どうして立ってくれないんですか？そんなに私魅力ないですか？だから立たないんですか？落ち着いて。私とエミ先生は何が違うんですか？教えてよ先生。俺に育児がないだけだから。ごめんね。